はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、お客さんですね。可愛い,いですね。はい。はい、えー、C のね、国の方の、紳士屋さんがね、昨日面白い動画をね、あげていたので、えー、皆さんにご紹介いたします。はい、えー、なんとね、バイバイのじいじいちゃんですね。今ね、えアメーの国では、 物価ですね。物価の上昇が問題になってます。はい。いろいろなところで物の値段が上がっているというわけですね。はい。その原因について、えー、非常に簡単な説明をしていました。これはまあね、えー、全員が納得すると思います。はい。例のね、でのフォルトのことでね、えー、天井、 本当に天井に、天井がないぐらいにね、お金をすりまくっていると。まあ、もう一つはね、えー、関税ですね。関税が原因になっていると。二つの原因を言ってますけど、一番大きな原因はこのお金のすりまくりです。はい。えー、なんとね、トラさんの時代は、在任中、4年間ですね。4年間で、 ええー、えー、1兆円かな ?10 万億ドルって言ってましたね。10万億ドル。はい。なんで、1兆円ですね。はい。1兆ドルですね。はい。1兆ドルしかすらなかったのに、バイさん、なんと、はい。就任してから、もう、あの、6億ドル。はい。6億ドルです。はい。ええー、す、釣りまくっていると。 <coughs> まだあ、1年終わってません、もちろん。はい。はい、1年も終わってないのに、もうね、えー、ほぼほぼね、あと、4億ドルぐらいで、えー、トラさんの4年分です。はい。すりまくっている、いるということです。<coughs> まあ、そのせいでね、えー、インフレが起きて、アメの国のね、 はい、えー、所得の低い人たちはね、もう泣きを見ていると。はい、そういう報道でした。で、<laughs> まあ、新屋さん分析してましたけど、バイのこの手でね、バイのこの手で、雨の国は終わるって言ってます。はい。そういうことです。これはね、 誰もが納得するんじゃないんでしょうか。あの方の手で、はい。終わりを迎えます。そういうことです。はい。もちろんね、経営の財的なね、終わりですけどね。はい。これがいつ来るかはもう時間の問題になっているみたいですね。はい。そういうことです。まあ、これ、このね、 えー、ニュースの前半は、まあそういうことですけど、後半は、C の国とね、各国の GDP の比較になってるので、ここら辺は言わなくていいかなと思います。はい。まあ、あの、国の統計なんでね、えー、まあ、信用ができるかどうかもちょっとわかんないもんでね。はい、えー、ということです。はい。まあ、でもとりあえずね、雨の国のね、バイジーさんのね、お金すりまくり政策ですね。これは本当に、 あの、インフレが加速しているということですね。そして、えー、お給料はね、思ったように上がってないのでね。本当にあの、スタックフレーションの代表的な例ですね。はい。まあ、日本、日本も同じですね。はい、これに関しては、はい。まあ、茹で替えるみたいなことになってます。はい。そういうことです。まあ、アメーの国のね、えー、そのお金すりまくりのね、 えー、制作の影響で世界中が、あ迷惑をこむっているみたいなことを言ってますね。えー、まあ、物の値段に関してね。それは、まあ、おっしゃる通りでございますっていう感じですね。はい。えー、まあ、とりあえずね、この URL 下貼っときます。全部中国語なんですけど、まあ、よろしかったら見に行ってください。そういうことです。もうね、一年してないのに、もうね、トラさんの在任中の ほぼほぼ半分以上のお金をね、もうすり終わってしまったという、この、このテイタルク。テイタラクですね。はい、えー。どういうことになるんでしょうか。もうそろそろね、来そうですね。クラッシュがね。はい。えー、かき氷なんかのね、クラッシュはいいんですけどね。クラッシュした氷は美味しいんですけどね。 え、でもね、まあ、お金の暮らしはちょっとね、えー、ご勘弁って感じですね。はい、えー、そんなこんなで、まあ、まあね、いつかは来るんですけどね、これは、しょうがないです。はい。まあ、とりあえず準備だけしてね、えー、あとは心配しないで過ごすのが一番ですね。ということで、えー、雨の国のね、えー、多分ね、雨の国は、あ、バイバイのじいちゃんとね、 一緒に、お、じ、えんどっていうことですね。はい。それでは皆さんまた、あ沖縄おばばでした。はい。あー、おんじゃんさんかわいいねー。えぇえぇえぇねえ、ねねね、かわいいねー。は、ね、ぁ、ねえかわいいですね。